この動画はパイロットのドクターグリップ勉強応援セットの紹介です。皆さんこんにちは、ピースケです。今回紹介するのはこちらですね。パイロット社のドクターグリップ勉強応援セットですね。こちらの紹介をしていきたいと思います。こちらの商品なんですけども、2018年の11月28日に数量限定で発売されました。大きく分けて2種類ございまして、シャープペンの太さが 0.5 のものに関しては黄色いイエローマーカーがついています。0.3 に関してはピンク色のマーカーがついていて、こちらのペンの色ですね、こちらが5種類ございます。こちらの色の他にワインレッド、レッドブルー、ブルーイエロー、バイオレット、こちらの4種類がございます。こちらの色がグリーンなんですけども、グリップの色なんですけども、なかなか毒々しいものもございましたので、なるべく目に優しい色を選んでみました。ということで中身を見ていきたいと思います。はい、まずこちらがフリクションの蛍光ペンですね。ペン先に関しては何も変わっていないんですけども、こちらですね、学業成就ということで、こういった形のデザインが施されております。パッと見これだけでも少し縁起がいい感じがしますね。こちらのデザインに関しては特にシールというわけではなくてですね、印刷されてあります。こちらがドクターグリップなんですけども、こんな感じですね。回転するとこんな感じです。こちらのドクターグリップに関してはキャップが外れるようになってまして、こちらですね、こんな感じで外れるようになっています。これはおそらくカバーですかね、ついていまして、こちらの軸ですね、こちらにデコレーションすることで、こんな感じでキャップをした際にオリジナルっぽいドクターグリップが使える感じになってますね。そして必ず下のペン先の部分ですね、とつけるときにはキャップ部分の上の方をしっかりと止めてからじゃないとうまくつかないので注意ですね。そしてこちらのペン先の方なんですけども、かなり外しづらいんですけど、ペン先をねじることで外すことができます。そしてグリップをゆっくり外すとですね、こういった形で中の内部のグリップがあるんですけども、こちらの色に関しては自由に組み替えることができるようになってます。こんな感じですね。外のグリップを外す際なんですけども、中も内グリップとなっておりますので、これがくっついて、なかなか外れづらいですね。こんな感じで、くっついてしまうのがデメリットかなと思います。ドクターグリップなので問題はないかと思うんですけども、念のために書いてみます。やはりパイロットのドクターグリップということだけあって、書き味はかなりいいですね。こちらのグリップなんですけども、内グリップがあるせいか、かなり柔らかく感じますね。書いてる際には、それほどブニュブニュした感じじゃないんですけども、ちょうどいい柔らかさの感じですね。もちろんこちらのフリクションボールペンも消すことができるので、こんな感じでとても便利に使うことができます。はい、ということでこの動画は以上になります。ドクターグリップの数量限定販売の勉強応援セットだったんですけども、購入する際はシャープペンのペン先のサイズが2種類ございますので、 0.5 の場合はこちらのイエローが付属してますので、ペン先の太さを間違わないように注意してみてください。それではこの動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。